ありがとうございます。今日はねデート企画かと思いきや、ご覧ください。後楽園後楽園これ食べたい朝メニュー、朝メニューこの声が入ってるかどうか分かんないから、そっちも振ろうかな。とりあえず行きますか。いや行きましょう。来ましたはい、これこれね、朝モーニングの B セットかな。はい、おかゆとミニラーメン、美味しそう。これ500円、美味しそうだね。食べますか。朝にさ、おかゆ食べる？いや、ないね。あのお鍋した次の日の朝、おじや食べたけど。これ、レイカからの提案だったけどさ、なんで、なにこれ、どうした？なんかね、なんかね、ヤフーニュースになってたのよ。こういうさ、チェーン店のさ、モーニングを食べ歩くっていうのもいいかもしれない。あ、確かにな。器ちっちゃいですが、中が結構、麺が、レイカの顔ほどあるよ、それまあ割とね、これでミニラーメン。もう、レイカ顔ちっちゃで、丼に埋まるの丼マン、ビッてなちっちゃ。温玉無料でつけられたけど、何につけたらいいんでしょうか問題。おかゆ、これさ、絶対おかゆの方だと思うよ、卵入れんの。本当？おじやみたいになるじゃん。確かに。ラーメンに入れちゃったな。朝の六本木ここまで寂れてんだね。いや、そうだね。なんか。思ったよね。あと夜との対比。あと夜がめちゃくちゃキラキラしてるからさ。でもやっぱさ、六本木だしさ、その。しじみエキス入り醤油ラーメンはさ、飲んだ後にいいんだよね。そうだよね。これは本当に朝がっつり行きたい人のおすすめですね。安い。キャリーパンパンに似てるって言われたことある？ないね、一回も。似てるよ。あ、似てねえか。似てねえよ。なんか AKB 全員一緒に見えるおじさんの思考じゃない？やばいねそれやめとこう本当にやめましたね。はい、じゃあ今日は後楽園のモーニングを食べました。またもしかしたら違うところのやつもやるかもしれません。よろしくお願いしますチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあ、またね。